次の話題です。国有林に指定されている南区の元宇品は緑豊かな自然に囲まれ、ハイキングなどで多くの人が訪れます。しかしその一方では心ない不法投棄などで山が汚れています。このままでは良くないと地元の有志が集まり、不法投棄ごみの撤去作業が行われました。まだこれ一部ですもんね。ほんの一部ですよ。これからあの洗濯機とかね、洗濯機、さらには掃除機、テレビ、南区元宇品で不法投棄ごみの撤去作業が行われ、元宇品町内会を中心とした地元の有志30人が参加しました。南区元宇品はほぼ全域が瀬戸内海国立公園に指定されており、原生林や自然海岸が手つかずのまま残っています。その豊かな自然が不法に投棄されたゴミで汚れ始めたのは今からおよそ15年前です。地元有志の皆さんによる撤去作業もその頃から始まりました。5年ぐらい、5、6年前が一番ひどかったですね。撤去作業は年に2回程度行われ、ゴミも少なくはなってきているということですが、人目の届かないところに大型の家電製品を投棄するなど悪質なものもあり、ゴミを撤去するにも大変な労力が必要となっています。明日は売りになるのよ。これはもうガラスがあるじゃないですか。我が家のテレビでいいじゃんこれ。行政や小学生が書いた看板があっても、これが現実です。下を向いてはダメ、できることから始めようとある参加者がつぶやきました。その思いはみんな同じです。およそ2時間の作業で次から次へとゴミが片付けられました。量はすごいですね。その一人の人がもう何人ものゴミ捨てるのを呼んでるような気がして残念に思いますけども、地元のこの町内の方がですね、かなり主体的にやっていただいているんで、本当にこちらとしては感謝しておりますし、いろいろと協力して今後やっていきたいなと思っている次第でございます。はい、やはり我々もそれくじけずにね、私いたちごっこになると思うんですが、やはりやりたいと思います。はい、年に2回この撤去作業は予定されています。不法投棄は法律違反です。元宇品町内会では不法投棄が減らない